八十素状の清水は、香川県坂出市に所在する霊勢である。八蕎麦は、八蕎麦、八十八、渡る池城などとも表記される。古くは、野沢井と呼ばれた。泉の脇には、渡る池城地蔵堂があり、本尊は、地蔵菩薩で、四国八十八箇所番外札所。金山薬師経内の伊手伝説によれば、慶光天皇の時代に、南海で暴れていた。 悪魚を退治に向かった三流霊美子と八十人の勇者が悪魚の毒に苦しんだ。この泉の水を汲んだ道子が勇者たちに水を飲ませるとたちまち蘇った。そこで八十素状の清水と呼ばれるようになった。平安時代前期、四国巡釈中の空海が八十素状の清水を訪れ、十一面観音、阿弥陀如来、愛禅妙を刻んで、 仏道を建てて安置し、また、薬師如来を刻んで泉を赤いとしたという伝承もある。この仏道が、現在の四国八十八箇所七十九番、札所天皇寺の前身であると言われる。なお、その薬師如来はこの地より五百メートル登った金山の中原にある金山薬師の本尊であり、境内にある池を水源としていると言われている。平安時代末期。 方言の乱に敗北し、さぬきに入るとなっていた、ストック上皇は、長官2年8月26日に、この地で崩御した。刑からの使者が到着するまでの二十数日間、この泉に体を浸していたところ全く、腐敗しなかったとの言い伝えがある。ストック上皇は、この後、ダビに付され、白峰漁に葬られた。この泉は、干ばつで枯れることがなく、古来より、 さぬきのわらべ歌に、やそばの水はどんどん落ちるつるべで汲んで、やっこでか、やせと歌い継がれた。天皇寺の参道にあり、泉の脇では、江戸時代より、ところてんやがいとなまれている。JR 予算線の駅名は、やそば駅日本穂高かの弟智子とも言われる。また三流霊巫子ではなく日本穂高か本人が退治を行ったという話もある渡る池上寺蔵道に、関するカテゴリー。